皆さん、こんにちは。ヒカルです。さあ、動画をね、編集していますと、コーヒーとかってね、飲みたくなることってありませんか？僕はセブンイレブンのコーヒーが好きなんですが、皆さんはね、どこのコンビニのコーヒーがね、好きでしょうか？ローソンとかですかね？それともミニストップですか？じゃあ、ちょっとこのカメラを持ってね、近くのセブンイレブンまでブラッと行きますか。よいしょ。さあ、そんなわけで家からね、一番近いセブンイレブンに到着しました。そうですね、時間的には2時間くらいですかね。距離はね、120キロくらいでしたね。いやー、それにしてもね、結構疲れました。この後ね、ゆっくりこのセブンイレブンのね、コーヒーでも買って、そうですね、その後は、ちょっとね、この羽幌町っていうこの街の中をね、少し観光したいかなと考えています。ここまでこの動画を見ていただきありがとうございました。今後もですね、こういった北海道のね、情報ですとか、あとこういった観光地とかもね、いろいろ巡っていこうかなと考えていますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。